さあ続けましょう。相沢がいなくなって、まあ探してるとこなんですよね。で、ここどこだ？なんか変なとこ入ったんだよな。なんか倒れたビルのさ、隙間から。で、開きそうにないな。マジかよ。先進めないの？こんだけせっかく来たのに。あ、これなんか登れねえかな。こっち登れねえか。なんもないか。あ、でもなんか、上行けるんじゃないの？これ建物が多分横になってるからさ、ビルが。なんか浮遊中、大丈夫か、大丈夫か。三角ボタンの出番だ。ほら、絶対これ上行ける。ういしょ。ちょ、何してんだよ、バカ野郎。どっから行きゃいいんだ？こっちか。こっちかな。あ、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こう来て、こうか。よし。こう来て、おう、なんもないか。後ろか。こっちか。こっち行けそうだな。うお、軍手壊れるとかあんの？軍手って何の役に立ってたんだろう。全然知らないまま壊れちゃった。で、こう、よいしょ、登って。これ大丈夫か、あっち。おら、うわ、サスケすぎる。これ結構遠いんじゃないの？行くぜ。おら、あ、そんな遠くなかったわ。おいおい、だいぶ来たぞ。大丈夫か？なんかあるかな？相沢じゃん。大丈夫か？どうしてこんなところに。本当だよ。探したぞ、お前。よかった、来てくれた。びっくりした。再会して即死亡するとこだった。ここ穴だったのか。よいしょ。あいつ何やってたんだよ。何かあったの？外にパトカーが止まってたけど。薄気味悪い人が追っかけてきて。俺が見た銃持っ薄て気た味人悪と同い。じかな、それ。そう、そこから出てったけど。まあでも無事でよかったわ。来てくれてありがとう。心細かった。まあ、俺も心細かったよ、相沢。いや、よかったわ、相沢が無事で。よかった。とりあえず出てみよまだ早いかな。ここで一区切りなんだ。こっから何なんだ？この先どこ行きゃいいんだ？とりあえず島の中央に行けっていうラジオのアナウンスはあったけど、島の中央がどこかもわかんねえぞ。おい。あいつはどうよ。雲行きが怪しくなってきましたね。そう？あ、ほんとだ。だいぶ怪しい。なんかないかな。あ、蛇口じゃん。水飲んでいくか。泥水。そんなんあんの？どうなるんだ、飲んだら。逆にどうなるの？泥水飲むぞー。まずってことか。なるほど。ダメージ受けたね。ダメージ受けた上に、喉の渇きもそんなに癒えてないと。よっぽど切羽詰まってない限り、泥水は飲まない方がいいってことか。あっち行こう。これとか登れんじゃないの？これダメ？これ登れるでしょ。さっきあんだけのサスケをさ、やったじゃん。よじ登ってよじ登って。こんぐらいいけるでしょうよ。なんだ、あっちか？ここ通れるな。あとなんだろうな。今の分かりづらくねえか？落ちる場所だって。あ、体力全回復した。ラッキー。死ぬと回復すんだね。
死んでもあんまりペナルティがないってのかな。難易度ハードだとペナルティあったりするのかな。いやでもこれ分かりづらいっしょ。パッて見たら今もう落ちるって分かってるから味割れだなって思うけど、これ分かりづれえよ。どこ行きゃいいんだろう。誰かいませんか。おーい。おーおー、やばいやばいやばい。あー、膝を、あー、潰されんのか。あー、やべやべやべ。どうすりゃいいんだ。ちょっと待って、ここで三角ボタン使って、何が起きたんすか。なんか降ってきたの、ひょっとして。そんな感じだったよね。なんだよそれ。だってとりあえず伏せてよって思うじゃん、あんなに揺れたらさ。それがもうトラップか。ガシャーンってなって、今の場所からちょっと離れよう、ちょっと離れよう。この辺この辺この辺まで来れば大丈夫だろう。ここで伏せよう。よし、思ったより範囲がでかいぜ。縄文相沢行くぞ。行くぞ相沢。伏せないで勇気出して歩けばいいのか。わかった、伏せない。今回は伏せない。バチコーン来て、行くぞ相沢。だってこんな歩き方してんだもん。ビビって伏せるじゃんそりゃ。あ、走れるようになった。よしよし、逃げろ逃げろ。ここまでクリア大丈夫かな。うわ、危ねえ。よし、あとはあとはどうだ。来ないか、出てこないか。よし、大丈夫そう。いやー、今のは危なかったわ。でどこ行きゃいいんだろう。そうだ、地図地図。今どの辺なの。あ、これ新しい地図じゃん。よし、イキイキさんが助けに来てくれた。あ、このピンクのメッセージは、このピンクの付箋はあれなのか、相沢のやつなのか。うん、男子トイレに隠れてたせいか。そんな理由じゃないだろ。まあ、とりあえずあのビルを通ってきて、ここに出て泥水があって、ここで危なかったと。うん、こっちは通れなそうだったし、ウグイス通り通ればいいのかな。オッケー。いや、危ねえな、しかし。え？あ、雨じゃん。雨降ってきた。お、傘さそう。傘さそうぜ。あ、ちょ、エグザイルじゃない。と。傘あったろ。こういう時のための傘でしょ。相沢入れよ。あれ、相沢どこ？相沢？いや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 。入ろうよ。そんなに入るの嫌なの？全然入ってくれないんだけど。全然雨に濡れてるエフェクト出まくってるんだけど。そんなに一緒の傘入りたくないんだ。ちょっと、悲しいな。入れる建物ないかな？雨だしな。あ、なんかある。なになに？ツインビル、チーズ。と、取ります。こっちは？ん？あ、この人。ん？あ、背広着てた人か。このちょっとふっくらした人。さっきあったな。偉い人なのか？土地造成局の人？首都島では有名な人なんだ。いやー、いたんだよ。あいつ何してたんだじゃ。ちょっとうさんくせえな。あいつはどう思う？ねえ、びっくりしたね。そうだな、建物の中が安全とは限らないわけだな。もうビルが倒れちゃうんだもんな。ちょっと待ってね。ちょっとこまめに地図、あ、そっか、なんか拾ったんだっけ、ツインビルの地図。
雨宿り氏に立ち寄ったビルで手に入れた地図だ。うん、ツインビルという名前らしい。そのツインビルの地図手に入れたってことはツインビルに行けばいいのか。ツインビルどこよ。この地図じゃ分かんねえよな。こっち戻ってもしゃあないしな。あっち行くか。でもなんかアイテムあるかもしんないしな、行き止まりにも。傘入ればいいじゃん。なんなの？お、これお前知らねえ。こっちは本当にただの行き止まりか。あれ、相沢は？相沢はなんか変なルートでついてくるよな。今どこいんの？あれ？さっきのとこ？ではない。あ、いた。しょうがねえな。なんかやるか。渡してやるか。そういえばそうだ。僕は風邪をひいてしまう。いけないいけない。これ入れんじゃね？ひょっとして。あ、よかった。雨に濡れなくても済むよ、相沢。よかったね。さてさて。ふぅ。とりあえず雨宿りできるぜ。え？これあれか？宝石屋か？このショーケースが宝石屋っぽいね。なんかあったよね。あの、手に入れたさ。これ、シュトトウォーキーに。ジュエリー気取り屋。ここか。こんにちは。宝石売ってくれませんか？危ないですよ。誰かいるんですか？何？避難しなくて大丈夫？いや、全然大丈夫だけど。あ、まあ宝石あさりか。いいな、俺にもちょっとくれよ。笑ってるの？私おかしい？全然おかしくねえから、宝石俺にも分けてくれ。すみません。ちょ、お前、おい。え、怪我してんの？アイテム渡すとかあんの？とりあえず気遣うだけ気遣っとくか。大丈夫それ。いやー、これ絶対渡して話が進むやつだよね。これどうせ包帯でしょ、ここに置いてあんの。違ったわ、ごめん。包帯が置いてあって包帯渡しなさいっていうことかと思ったら全然違った。とりあえずコンパス変えとこう。危ないですよ。しゃーねーな、渡してやるか。うわうわ、ちょっと情緒不安定か。外へ逃げててくれ。しょうがねえな。え、見捨てて？まあいいよ。ここは危ない。はい。嘘。何どうしたの？あれ、もう回復アイテムあげるっていう選択肢なくなっちゃってんじゃん。もうダメなのかな。何言ってるんだ。早く。早くしろよ。そんなこと言って私の宝石を盗むつもり。いいじゃん、宝石持ってきゃいいでしょ。もう十分持ってるでしょ。あ、もう回復アイテムあげるって選択肢ないんだ。一回だけなんだ。なんだ、あげとけよかったな。でもいっか、こいつもう外出ねえって言ってるし。なんか腹立つな。ケツ蹴ったりできないかな、バシコーンって。ケツ蹴りてえな、ムカつくから。ダメだ、もう変化がないみたいだ。もうしょうがねえな。行くぞ、アイザは。あー、ちょっと今のでも大事な分岐だったのかもね。回復アイテム渡しておけばなんか後で味方してくれたりとかしたのかもしんないけど。まあ、しょうがねえか。おっと、傘をささないと。俺傘さすけど、相沢はささないの？相沢も傘させばいいじゃん。行こうぜ。相沢？あ、ちょっと店内じゃなくて、相沢。こいつか。へえ、あんまいい人じゃないのかな。でもな、ちょっともう一回行っていい？もう一回行ってダメなら諦めるわ。じゃあ行こうぜ。あ、そうだ、傘ささないと。俺傘さすけど。俺傘さすけど、相沢はささないの？
ハエザーも傘させばいいじゃん。いやーなんか時間食っちゃったな無駄に。すいませんね。とりあえず先に進もう。うわーちょ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 、やめろよそういうの。いやいや痛い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 。今のは伏せるのが正解だったのか。もうそんなんわかんないよ。なんもないか。お、イベント、お、お、お、人だ人だ。お、ちょうどよかった。え、なになに、驚かないの人見て。どうしたの。おい、ちょっと来てくれないか。なんか怖い人じゃないよね。大丈夫かな、どう思う相沢。ところで傘差さないの。俺は傘差してるけど。あ、なんだよ、今の人についての意見を聞きたかったのに。渡そうか。雨に当たりたい気分だから。はい、モテる。ちょっと俺もう濡れて冷てえから早く入ろうぜ。あいつ何もたもたしてんだよ。いいよな、お前は傘持ってっから。俺は冷てえんだよ。早く入んぞ。いやー、大丈夫かな。怪しい人じゃないかな。ちょっと怖いな。上で困ってる人がいる。ちょっと手伝ってくれないか。まだ残ってる人いたんですね。俺だって困ってるよ。困ってる人助けないと。いいやつだな相沢は。俺と違っていいやつだな。なんかないかな。なんもなさそうかな、ここには。まあ一応調べとかないとね。蛇口とかないかな。なさそうだぜ。車内中入ろう。まあ、建物の中入れば蛇口ぐらいあるだろう。おおおお、ちょっと待て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 、やめろよそういうの。もうなんかもうすげえ崩れそうじゃん、いかにもさ。ちょっと水飲んどこうぜ、とりあえず。俺水飲むけど、相沢飲まないの水。でこういう奥とかもね、見ときたいよね。なんもないか。よいしょ。何のアクションだよ。車内登ろう、素直に。困ってる人っつったってな、俺だって困ってるしな。あ、どっちだ、上か。上って言ってたから上だろうな。でも一応こっちも見たいわ。なんか面白いアイテムないですか。お、あんじゃん、ヘルメット。これも装備不可避でしょ。ヘルメット、お、救急セット超使え。うわ、ちょっと待って、何がいらない。いらないのはなんだ。バールとかもう使わないのかな。もう一回こじ開けたしね。でもまだ残ってるってことは、なんかルーペとか使うか。これもうサングラスいらねえよな。一人称の視点が暗くなるだけだもんな。なんか変装しなきゃいけないシーンとかあんのかな、ストーリー進んだら。いや、ないだろう。ねえな、グラサンいいや。グラサン捨てるわ。あ、違う違う、捨てるだよ捨てる。あ、でも包帯とかもいっぱいあるもんな。救急セット拾うんだったら、その介護官の包帯いらねえか。ここは包帯捨てとこう。なんかグラサンみたいな装備品捨てんのはちょっとなんかもったいない気がするわ。装備品よりも消費アイテムを捨てておこう。なんすか、包帯捨てたじゃん。もうじゃあグラサン捨てるよ。もう捨てりゃいいんでしょ。あれ、捨てるってなった今。捨てる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 よ、もうグラサン。なんかあれ、あ、失った、なった。はい、逆にもう救急セットが一番いらないんじゃないか。ああいうのもったいなくて使わないやつだよね。どうせ死んだらペナルティーなしで回復しちゃうし。グラサンを捨ててまで取るものではなかったかもしれない。たまには話しかけよう。あいつは、あの人も逃げ遅れたんでしょうか。なんで残ってんだろうね。来たよ。困ってる人っていうのは、ん、
ああ、困ってる人？俺のことだってやつ。ほら来たもん、腹立つわ。この先に行きたいんだが、どうも上の階と同時に動かさないとダメらしい。どういうこと？ちょっと上に行ってくれ。ああそうだ、うん、俺は陣内、フリーのカメラマンだ。記事もちょっとは書くがな。あ、俺も記者ですよ。名前は？ええ、生き生きと。相沢です。生き生きと相沢だな。それじゃあ頼んだぞ。とりあえず上行って手伝ってあげりゃいいのね。まあまあ知り合いは増やしとくに越したことはないでしょう。なんか風がすごくて怖いな。いや、ちょやめろよそういうの。大丈夫かな、大丈夫か。あれ上に、うわ、ちょ一体なんか棒みたいなやつを動かすんでしょ。ちょっと待って、あれでしょ、あ、向こう側に行けばいいんでしょ。あれ？どうやって向こう側行くの？ここは降りちゃうし。わかんねえな。もっと上に行けばいいのか。なんかあるかな。これとか登れるってことかな。なんで俺がこんな危険なことしなきゃいけないんだよ。痛い！ちょっと待ってよ。あれ、掴まれるもんだと思うじゃん。ちょっと待てって。じゃあ、どこ行きゃいいんだよ。ちょっと待って。登るじゃん。そこ掴まるんじゃないの？よっ！痛い！もうどうすりゃいいのじゃあ。あ、階段あったわ。あんじゃねえかよ、階段。なんで俺がこんなことしなきゃいけねえんだよ。こっちじゃねえし。あれ、俺なんか道間違ったり、いてしてないよね。ちょ待って、これ死んじゃう。よかった、これ以上滑らなくて。うわ、またカイジか。いや、これカイジじゃないよな。当たんなくていいよ。あれ、ちょっと待って、俺今どこいんの。もうなんかわかんなくなってきたよ。どこ行きゃいいの。なんかアイテムある。もっと上行けるってことか。あ、こっちから回り込めそう。あ、いいね。よし。ふざけんなやつ。だいたいお前が頼むんだったらお前が危険な方行けよ。なんで俺が上に来てんだよ。なんで俺頼まれてんのにさ、危ない方をやんなきゃいけないの。来た。廊下に、あ、階下にいる二人が何か話をしているようだ。ああ、風が強くてよく聞き取れない。ところで君らなんで、好きで逃げ遅れたんですか。何？そういえば、キさん。俺の噂か。なんだおめえら。飛び降りんぞ。おい。まあいいや。やるぞ。動かすぞ。早くしろよ。早く。早くしろ。なに、噂話すげえ気になる。やめてくんないそういうの。そういうのすげえ気にする人だから。取り除いて、またあそこまで戻んなきゃいけないの。めんどくせえな。うわー、手っ取りバイクビョって飛び降りらんないもんかね。ここから降りれない。こっから行けるでしょ、そっち側。もう面倒だな。え、てか階段倒れてんじゃんよ。俺どうやって戻りゃいいの。何、こっち大丈夫。4階って書いてあるけど。なんか面白いアイテムないの。あ、こっから、うひやめろ。マジやめて。もう、なんで俺が今出会った人のためにこんな。あー、水。喉乾いたよ。ちょっと水も減ってきたぞ。勘弁してよ。そろそろ水汲みてえな。よいしょ。
うえぇ、危なすぎ。で、ここを階段で降りればいいのか。ああ、ひでえ目にあった。いねえ。先に行っちゃいました。そうか。なんだよ。とにかく行こう。礼ぐらい言えよ、あの野郎。殺すぞ。どうした？私、先に降りてもいいですか？なんで？どうして？そんなこと。え？え？どういうこと？いや、聞くよ。なんでなんでなんでどうしてどうしてどうしてなんでなんでなんでどうしてどうしてなんで。下から見られたりするの恥ずかしいじゃないですか。いや、大丈夫。そういうの大丈夫だから、俺。自分が先に行く。そんな。意地悪しないでくださいよ。うるせえ。俺が行くっつったら行くんだよ。行くんだよ、バカ。意地悪しない。あ、これ何？先に行かせるって押さなきゃいけないやつ。意地悪し。ダメか。じゃあいいよ、行って。ごめんなさい。ごめんな。あ、そっか、はしごなのか。なるほどね。そこはぜひ俺が先に降りたかったな。で、陣内は？大丈夫だよね。はしご大丈夫だよね。はしご倒れたりしないよね。倒れた！いってもう大丈夫？相沢。俺すげえ痛かったけど。ねえ、相沢。相沢どこ行くの？俺すげえ痛かったけど。相沢大丈夫？お前、割と余裕あんな。俺結構痛かったぞ、マジで。で、陣内どこよ？あ、あいつどこ行きやがった？こっちか？あ、水道あんじゃん。やっとたどり着いたぜ。くむくむ、くんどく。くんで、自分も飲んで、で、まあ、セーブして一息つかせてもらおうかな。というわけで、このパートはちょっと長くなりましたが、ありがとうございました。